んでカワキがこんな奴らを。カワキ、ありえない。誰、どいつもこいつも、どれだけ私を怒らせたら気が済むのよ。ボルト、二人を頼む。あんたは器。その体はあんたのものじゃない。何度言えばわかるの。器って言ったな。器とは何のことだ。じゃあやってみろ、さっさとよ。関係ないのよ、あんたたちには。この後すぐ死ぬんだから。ああそうかよ、できるもんならな。化け物じみた強さだけど、所詮はただの人間。一撃必殺の破壊光線をね、絶対にぶっ殺す。覚えてるか、俺の警告を。ああ、死ぬほど後悔するぜってよ。確かに聞いたよな。お前だけじゃねえ、カワキを狙ってるカラっていう組織の奴らも。こいつ、カワキのことで逆上してるの。必ず探し出して全員ぶっ潰す。いいぞ、もっと近づいてこい。至近距離でお見舞いしてやる。死ね、大玉の天眼。父ちゃん、術で光線をかき消したか。けどバカね、忘れたの。こんなもの楽に吸収できんのよ。マジかよ、何やってんだよ父ちゃん。超大玉の天眼。出たけりゃ死えないとでも思ったの。父ちゃん、まさか。聞こえてないよ、この間抜けな。舐めてんじゃねえわよ。無駄だ、全部吸収されるぞ。いや、多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえ。なんて膨大なチャクラ。こいつ限界ってもんがないわけ。あいつが吸収できる量には多分限界がある。父ちゃんはそれをパンクさせる気なんだ。まさか、まさかこいつ。との視界リンクも消えてる。最初に吸収した俺の螺旋岩を体内のどっかに保存されてたわけだ。だったら容量の限界だってあるはず。あいにくチャクラの量だけは人並み外れてんだ。俺は昔っからよ、ドヤ顔で偉そうに公爵足りてんじゃんって言うわよ。とくと味わえってばよ。超
超大玉螺旋丸。